トヨタ自動車が今日午後中間決算を発表し、自動車各社の業績がほぼ出揃います。消費増税の影響で国内の販売台数はこのように今年度の見通しを下方修正するメーカーが相次いでいます。消費税を 10% に引き上げるかどうかの鍵を握る個人消費ですが、今回の決算から何が見えるんでしょうか。中継です。日本経済の牽引役、自動車メーカーの国内販売は10月も前年実績を下回り、消費増税の影響が長引いています。トヨタの決算も国内の回復ぶりがどの程度なのか注目されます。各社の中間決算ですが、昨日までに発表した6社のうち5社が増収増益でした。その要因は好調な海外販売と円安効果によるもので、国内は軒並み販売が落ち込んでいます。増税の影響は各社の想定を上回り、国内の販売台数の見通しについて4社が今回の決算で下方修正しました。唯一販売が前年以上となっているホンダも当初の計画には達しない見込みとなり、埼玉の工場で毎週金曜の操業停止を始めました。一方、全国の百貨店やスーパーの売上高も4月の増税以降6ヶ月連続でマイナスと回復が遅れています。政府で消費税の再増税をめぐる議論が始まっていますが、企業にとって消費回復の足踏みに懸念が広がっています。